東京都選挙区スマイル党マック赤坂64歳、京都大学卒業、伊藤忠商事勤務、財団法人スマイルセラピー協会会長、スマイル党総裁、医学博士、社会心理学博士。ではマック赤坂さんの政見放送です。スマイル党総裁マック赤坂でございます。テレビの前の皆さん、スマイル知ってますか？マック赤坂はインドの英雄であるマハトマ・ガンジーになって帰ってまいりました。そして今日は平和についてお話をいたします。皆さん、平和とは何でしょう？この平和の意味を確かめるために、原爆の広島長崎、そして特攻隊の基地である鹿児島の知覧に行ってまいりました。そして知覧では突撃を前にして18歳の青年が書いた遺書を今からご紹介いたします。お母様、今は何も言うことはありません。最後の、そして最初の親孝行に笑っていきます。泣かずによくやったと、仏壇に団子でも備えてください。人形は不二雄と思ってください。明日出撃いたします。お元気でさよなら。この手紙は昔の話ではありますが、今度はあなたが書くことになるかもしれないんです。なぜならば、今自民党政権が憲法第9条を改正して自衛隊を軍隊にしようとしております。その先にあるものは徴兵制度と核武装でございます。徴兵制、まあ分かりやすく言えば、あなたのスマホの LINE に突然と赤紙のスタンプがメールされ、18歳以上の男女が2年間徴兵に出されるんです。その間は学校も会社も行けません。そして好きなものも食べれません。ましてや好きな彼女とデートなんかはできません。皆さん、こんな風になっていいんですか？そして核武装でございます。核武装が戦争抑止力になっている。こんなものは大嘘です。暴力に対しては暴力で抑えることはできないんです。非暴力でよってのみ暴力に対抗できるんです。そして戦争化を進めている自民党政権に対して卑怯力で対抗しようではありませんか。スマイル党の合言葉、非暴力、卑怯力、そして武器をさらばです。皆さん、今回の選挙は非常に大事な選挙でございます。そしてあなたの貴重な一票が平和の道につながる一票になるのか、戦争につながる一票になるのか、よく考えてください。そして何とぞ平和の党スマイル党に清き一票をお願い申し上げます。
ナマステ。スマイル。そして最後に、今回私はこの選挙期間中に毎日正午にあの国会議事堂の前で平和を祈願する断食をいたします。ぜひ皆さんも参加をお願い申し上げます。黙想。東京都選挙区、スマイル党、マック赤坂さんの放送でした。